こんにちは、横浜の英子です。こんな格好で大変申し訳ございません。今日は GU で購入しましたブラフィールビューティーキャミソール990円なんですねを紹介させていただきます。よかったらご覧ください。一番最初のきっかけはずっとユニクロのインナーを着ていたんですけれども、 GU で一度今着ているインナーと同じものを、こちらはお色の方はどちらかというとパープル系の落ち着いた色なんですけれども、こちらの方を購入して着始めたらすごく着てて気持ちが良かったんですね。ですので新たにこちらのグレーとこちらの落ち着いたピンクの色を購入してきました。お値段も990円になってまして、とてもお買い得なんですね。でこちらの方はほとんどポリエステルと綿でできているので、肌にも優しくってとても着やすいんです。本当は年代的にしっかりブラをつけてそれからキャミソールを着るっていうのが体には良さそうなんですけれども、私はもう結構前からユニクロのインナー、パッド付きのインナーを着ているんですね。それで GU で990円で見つけた時は正直ダメ元で990円だったので1着購入してみたんですね。それですごく1回着た時にとても心地よいぴったり感と、あとはストレッチが効いているので動きやすいんですね。それからこの1枚にはまってしまって追加で2枚購入してきたんですけれども、ストレッチがかなり効いているのでぴったりしていても動きやすいんですね。あとこちらも同じなんですけれども、色違いなんですけれども、私がこだわってるところは細かくって申し訳ないんですけれども、こちらも全て紐のところに光沢があって、ちょっと動作でちらっと見えた時にも紐がおしゃれなんですね。そういう意味もあってお気に入りなんです。もちろん後ろ側に調整するところもついてますので、私のこだわりとしてはなるべく少し紐を短めにして胸を上げるように気をつけています。やはり50代ですと顔と一緒で胸も下に下にと言ってしまうことが多いので、本当はブラの方がいいっていうご意見の方もいっぱいいらっしゃるかと思いますが、今は体を逆に引き締めてしまうと良くないのかなと思って、私はお気に入りでこちらの方を着ています。お風呂に入る前に、恥ずかしいんですけれども洗面所で必ずこの辺のチェックをするんですね。でも定位置は変わってないので、こちらはすごくいいなぁと思って動画にさせていただきました。サイズもとても選びやすくて SML、 もっと上もいっぱいあるんですけれども、そういう風な感じで選べて990円なんですね。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。